皆さんこんにちは。えー、論文過去問分析講座の、えー、今日は紹介をですね、させていただきたいと思います。えー、担当は、えー、担当は、レック専任講師、弁理士のノートミーです。えー、今日はですね、あのー、ま、あこの論文の直前期に、まあ、毎年実施しています、えー、論文の過去問のですね、講座、どんな、まあ、形態のものなのか、どういう方にどういうふうに、あの、使っていただきたいかっていうことをですね、 えパンフレットと、まあ、実際のちょっとこうテキストとか私のこうレジュメとかですね、まあ、しゅあの収録後のまあこう使ったレジュメとかですね見ていただきながら、えー、紹介していきたいと思います。えっと、まずまあ過去問ですから、あのーまあ、別途ですねこの講座ではなくてこうテキスト形式になったね、あのー ありますよね。売っている過去問集ありますよね。で、まあ、レックはあの担当の過去問集は体系別過去問集というものを出しているんですけど、論文はあの年度別なんですね。ですから、あの特にそのテーマごとに整理された、まあ、論文の過去問集ではなくて、まあ本当にまあ何年度何年度で収録しているようなものになります。 で、担当が、まあ、あの、ね、体系別になってるので、私は、ま、前からですね、そういう過去文書があったらいいなと、体系別みたいな感じでね、テーマごとにこう収録されたものがあれば、あの、非常に便利だなというふうに思ってきたんですけども、あの、ま、まさにそれを講座にしたのが、今回のこの論文過去文分析講座、十段分類編というものになります。で、 えーまあ、担当と同じようにですね、使い方としては、まあ、自分がインプットしたりとか、自分にこうちょっと弱点があるなって感じたテーマの、まあ、その、ね、ごとにこう攻略ができるっていう点がポイントなんですけども、まあ、年度別だとね、例えば、権利講師が苦手だから、権利講師の問題ばっかりやりたいなと思っても、何年度にそれが出ていて、ね <laughs> あのどこ探せばそれ出てくるのかって結構大変じゃないですか。 でそれがそのちゃんと整理された形でまとまっているっていうのは、まあ、この直前期にかかわらずね本当はあの非常に便利なな教材じゃないかなといいう,うに思っています。なので、まあ、あのここにねちょっとこう過去問を使った方のですね、コメントみたいなのが載っているんですけどもあの、まあ、苦手な分野は十段分類編で繰り返し学習して定着っていうことで。 まあこう苦手なものをですねこう集中して勉強できるしまあ逆にこうこれもそうですよね。で苦手分野も端的な整理で思考フレームを身につけられましたって書いてるように、まあ、非常にその使い勝手がいいっていうことがあの大きなポイントじゃないかなと思っています。で、えっと、テキストは、まあ、この「答案構成」 分析版っていうのとで全文掲載版っていうのがあってでまあ私はあの講義ではまあ両方ともちょっとこう使ったり使わなかったりいろいろやっているんですけどもああのー、まあ、直前期なのでね、まあ、皆さんもその全部が全部全文書きをしたり全部が全部こうあの解くっていう感じではなくてテーマもあの自分で 苦手なものからやってもう苦手じゃないものはやらないぐらいな感じでもいいと思いますしで答案構成だけで済ましたりとかね全文書きまでするものもあれば答案構成だけで済ませるものっていうのもあってもいいかなと思うんですよ。 で、答案構成だけで済ませる場合には、まあ、全文書きを見なくてもね、いいように、答、ま、案、あ、構成書いてあります。で、ただちょっと気をつけてもらいたいのは、これ講義の中でも私、申し上げているんだけども、あの、まあ、見ていただくとわかるようにですね、結構、答案構成しっかりしてるんですよ。いいように言えば。<laughs> あの、いいように言えばっていうのはどういうことかというと、例えばね、これとかもさ、衣装法のこれ、実際実物なんですけど、こんな答案構成してたんでは、答案構成の時間いくらあっても足りないでしょう。これもそうなんですけどね、まあ、このテキストの見本、あの、パフレの載ってるね、テキスト見本もそうなんだけど、とてもじゃないけど、こんな構成なんか現実的じゃないんですよ。あの、 答案構成っていうのは基本的には条文番号でするものであって特にその文章でやるっていうのは答案構成としては正解ではありません。で条文番号だけでやるっていうのは、まあ、もちろんちょっと厳しいかと思うんだけど例えばねこれ私のあの実際今収録した後の番書なんですけどね皆さんが答案構成をして何をやるかというと、まあ、こういうふうにあの 自決を書きまして、こう整理しますよね。で、これ拒絶理由の検討の問題なので、拒絶理由って。まあ、印泥ベースのものとそうじゃないものがあるわけですよ。例えばこっちらと権利貴族に関する傍人とか共同出願違反とか。あと、工業上利用性とか7条とか8条とかね。印泥があってあの生まれる拒絶理じゃないものですね。で、逆に印泥ベースは17条の中には 4, 4種類しかなくて、新規制と創作費用性と30と9条で4つです。 で、創作法3法に関しては共通してこっちは4つです。だからこれ引き算した残りが全部こっちになるんで、こっちはやっぱり問題文から言葉の反応力で、ね、あの、と一生努力受ける権利を承継せずに出願したみたいな言葉があれば、あ、某人だなみたいな感じで、問題文から引き出していく方法しかないんですけど、こっちはやっぱりこの総当たり表を書きながらね、 うん、漏れががないいいいよううにしててくっていうのが妥当かと思いますでこれはまあ私がねよくあの答案構成で使う総当たり表ですけど、まあ、検討する拒絶例を見てでこっちは隠例を挙げてで検討しないマス目を潰してで検討していくと。で例えばこれだと拒絶例があるかどうかしか聞いてないんだけども <laughs> 例えば解消策まで聞いてる問題だと3条の解消策は4条。 9条の再解消策は10条。で、こっち側にこの問題だと7条があるので、そうするともうこれ、大項目としては、縦1、縦2、縦3みたいな感じになるんですよね。でもう項目名が決まるわけですよ、うん。で、それぞれ、まあ、例えば4条だったら、4条なんで取るのってこの拒絶料解消するためでしょ。で、10条ってなんでするのってはこれを解消するためでしょ。ね。だから、 まず理由付けを書いてでじゃあ4条取れるのか例えば一生登録受ける権利を有するのの行に禁止していることとで高事から1年以内であることとで4条3項の手続きをすることを書くわけですよね。で10条だったら主体客体時期手続きで要件あるから、まあ、それをこうずっと書くわけですよね。だから、まあ、せいぜい都安構成を知って、まあ、ここまでしたら次に縦一縦二縦三で。 項目名を決めて何を書くかを決めてっていうところまでをやってで答案用紙に移るっていう形を取るというのが妥当だと思う。要は実際のその <coughs> 答案用紙に何を書くかってことを決めることまでが答案構成であって下書きではないんですよね。で、これだともう時間が実際足りないのでちょっと やりすすぎなところはあるんですがただ答案構成で終わる人全部書きまでをしない人の自分の答案構成がそれでいいかどうかってことを確認するためにはこれぐらいの、まあ、詳しさのものがないと自分の答案構成との成 <laughs> 否、ね、を見れないと思うのでそういう意味でちょっと詳しいっていうふうな取り方をしてもらったらいいと思うんですね。だから ちょっとその使い方っていう部分ではあの答案構成で終わる方はあのこれを真似すよっていうわけではないのでそこはあのちょっと気をつけてもらえればと思います。で実際講義は、ま、これちょっとちょうど手元にあるんですけどでこういうあの問題を使いながら、ま、実際ドームのトーレンとかで私が解説するように、ね、こう色とかを使いながら。 どういう説問があるかということとかを見ながら自分がまあ答案構成するんだったらこういう構成になるってことをまあ実際このねあの板書で見せていっていますので、まあ、皆さんがやる手順と同じような感じで解説をしていってます。でただちょっっととねははああるる程度やっぱ好みがあるとはいえあの不適切なこう 全文書きとかも多少あるからまあ例えばねこう字だらけで全然整理されてない答案とかも多少やっぱりあったりあのこっちは先に書いた方がいいよっていう指摘をしたりとか全文書き編の方ではしてますので割と全文書き編の方も使ってます。ですから、まあ、特にに苦手なテーマに関しては あの解説もちゃんと聞いていただいた方がいいと思うんですけどまあ苦手じゃないテーマは自分でどんどん進めてでここだけはちょっと聞きたいなっていうところを借りつまんでね通信なんで特にそういう使い勝手はできると思いますからあのうまくね利用していただければすごくいいんじゃないかなと思いますで、まあ、今回ねあの特に一生法なんですけども やっぱりその過去問は、まあ、当然ながら令和元年改正を前提として作ったものではないんですよね。うん、だけどもあの実際じゃあ今出た場合に、ね、令和元年改正を含めないわけにいかないじゃないですか。だからどういうふうにあの変わるのかっていうことは でもちろんそれ改正対応していますのであの改正事項もそこで多少学べるかなっていうのはあります。で実際私のこの事前にも収録が済んでる部分の記憶としてはあの,衣装法で一行問題のところだったかなあの画像の衣装の問題があったの覚えてますかね23年前に。で その画像の衣装の回答は物品との関係についてっていてう限定があったんですよで従来あの画像の衣装っていうのは物品にかかかる画像じゃなないいといけなかったですよね物品自体にちゃんと表示されてるか一体として用いられる物品に表示されるかっていうことが必要だったしあの物品の中にちゃんとその備わっている機能に基づいて表示されるもので機能と関係ないものは駄目ですよっていうようなところとか非常にこう限定的な要件があったんですね。 で新しくその今度、ね、あの保護対象として、まあ、画像ももちろん入るんですけどもその入った画像はもちろんその機能に全く関係がない例えば映画のコンテンツだったりとか壁紙だったりとかそういうものは依然として駄目なんですけども表示されるものは物品じゃなくてもいいんですよ道路とかでもいいし壁とかでもいいしね あの人体とかに表示されるものでもいいんですよね。だから物品に表示されるものだけではなくて保護対象がこう広がったっていう点もあります。で、その回答がだから大幅に変わるような年とかもあって、まあ実際その物品との関係を前提に聞いた問題だから、まあもう問題としてはそれ没問なんですけどね、本当言うと。だけど、まあそれをあえてこう、 今のね、改正後のところで大きく変わるから、ちょっとそれをうまく使って、あの改正の話とかを少しあのしてます。あの審査基準を使いながら、あの改正のちょっと詳しい話なんかもしていますので、まあちょっとその、改正マターなんかもね、これであの対応ができる。 じゃなないかなと、まあ、全部とはやっぱりも,もちろん過去問ベースなので過去問に全く関連しないようなものに関してはあまりないですけどね例えばあのそうですねうんと特許法のところはあんまり記憶がないかなちょっとありましたかね102条とかねあの辺は損害賠償問題があったからちょっと説明しましたね確かね。で法に関しても あのまあ、今のところその画像だったりとかあと関連のところですねそういうところはあの絡みがありましたもちろんあの建築とか内装は今まで保護対象じゃないものが入ってきちゃったので当然まあ囲むのがないのでそういうものに関してはちょっとあの、ね、扱いはできないんですけども。 まあそれも別途ね、また改正講座でっていう感じになりますが、まあそうじゃないもの、従来からちょっと変わったよっていうところは、あの、この講座の中でも対応ができていると思いますので、まあそういうところは、あの、自分でこうどんどん解くだけではなくて、改正を、こう、かの解説をね、聞いていただいた方がいいかなというふうには思います。はい。えっ、ー、と、あとですね、えー、今回だけではないんですが、あの、 再現答案分析編という講座もくっついています。うん、で、ボリュームとしては、あの、圧倒的に過去問分析講座は、十断分類編が大きいんですけども、割とこの再現答案分析編も重要だと思います。で、受験生の方のね、こう、なんていうのかな、この、 感想っていうか合格の基準点が見えたことで肩の荷が下りましたとかって書いてあるんですよね、うん、であとまあこの方とかだと自分のとあに足りないものが何かを理解できましたっていうふうに書いてあってあの人の振り見して我が振り直せっていうところもありですね あと、まあ、いわゆるネガティブインンフォメーションは有用性があるってことですよねよくあのねあの不正競争防止法で言いますけどもやっぱりその複数の答案を比べることによってなぜこの点数なのかっていうことですよね。で私なんかはやっぱ年にね何十枚もあの再現答案を見るので。 まあ、その中であ今年はこういうとこ評価されてるなとかあ試験結構例えば変わったなみたいなのかね例えばそうですねあの合格者がやっぱり割と500人とか出てたような時代はあの項目さえ上がれば答えさえ合っていれば割と評価高いっていうようなあっさり型答案が好まれてきたんですよね。で今は やっぱりその例えば手続きとか項目上げたらそれが取れるってことをちゃんと証明している答案でなければつまり要件や効果がちゃんと書かれてなければなかなか厳しいですね合格あの合格答案になるのは。うん、例えば、まあ、国内優先権の主張が、まあ、答えだったとしますよねで国内優先権の主張って確かに余計いっぱいあるんだけど。 一つ一つにそれぞれ点数がついてるって考えるべきなんですね。例えば、まあ、主体要件、ね、時期、でまあ、客体要件、まあ、あと手続き的要件とかってありますけども、まあ、そういう要件それぞれに点数がついてるから、例えば主体を書けばそこで、まあ、多い年だと、ね、3点っていう情報もあるんですよ。で、それが全く書いてなければ、例えばその年3点ついてたのに書いてなければ3点つかないってことになりますよね。 自分がその、ね、書いたつもりでこの論点は上げたつもりなのになぜか、ね、返ってきた評価はすごく低かったとっいう方はそういうところにちょっと乖離りがあるんだけど論点の評ってて結局大項目に上げげるよようななこことしか特許値上げてこないわけですよね実際でも点数は大項目でつくんではなくてその中の中の中小項目でついていきますからそこをやっぱり書いてないと当然点数は取れないわけですよ。 何を書いたら点数になり何を書かなかったからその点数なのかってことを知るためには、まあ、この再現答案分析編というのは非特にあの、まあ、そういう、ね、何を書く書かないっていうこともそうなんだけどもあと書き方もですよね同じことを書いたつもりでもその説明の仕方以下によって書いたことにはならないっていうような ああの評価もあり得ます、うん、だから自分がその書いたことを考えてることがちゃんと伝わるかどうかっていうことを人の答案を通して勉強するっていうこともすごく重要なことででまあそれもあのまあ、このね再現とは分析編ではできると思いますので、まあ、非常にそこはあの有益な講座なんじゃないかなと思うんですね。で実際あの 受けられた方がですね、まあ、その試験終わってでよくまあ感想っていうんですかねこうどうだったとあの講座どうだったみたいなことを私も聞くんですけどもでその時にね多くの方が言われてたのはあれであれぐらいでいいんだっていうふうに思ったってことを言われるんですよ。 で実際例えばね80点目指してて80点は取れないでしょう例えばギリギリ答案がまあ偏差値計算でいうと54ですよね。でも54をじゃあ目指す54点の答案を書いたとして、ね、レックが例えば54点の答案を解説写真に載せるとするじゃないですか実際はあれまあから65から70点ぐらいだと思うんですけどでそれをね 例えば54点の答案を出すとするじゃないですかだか受講者の方ほとんどの方合格しないと思うんですよね目指してる点数をまず超えることはないと思うしそのまあ要はその答案よりいい答案って書けないですね情報持ってないんだからでそのターとピタッと同じと答案が書けるかっていうとかなり難しい指南の技ですよ だからやっぱり60点70点を目指していても現実やっぱり50点台に収まるっていうところが、まあ、実際なので我々はやっぱりその合格答案として皆さんに提示し、ね、こ,うこういうふうに書きましょうと提示する回答っていうのはある程度やっぱり6570ぐらいのところを見せるわけですよね解説な,しないしはそのテキストで。 でも実際本市では、まあ、相対評価っていうところもありですねそれぐらいのレベルに達ななくても十分合格すするわけなんですねだから自分が思ってたこうしなきゃいけないというレベルよりも実際の現実を見せられた時にあこれぐらいでも大丈夫なんだっていうふうにこう思ったので例えばその本誌になった時にね「午前中特日」ってやっぱ時間に追われてで1科目目だから。 もうすごいもう一生懸命やるんだけどもやっぱり問題数が多ければ多いほど、ね、ミスも当然発生しやすいわけだから完璧で終わってよっしゃっていう人よりも失敗しちゃったっったてて思って午後にに進む人の方が圧倒的に多いんですよね、うん、だけどこの講座を受けてるとああれでね54だったから私も大丈夫かもしれないだから午後頑張ろうっていう気にもやっぱりなるみたいなんですね。 でそれはやっぱりすごくいいことで目指すラインとやっぱり何かあった時に守れるラインっていうものがあってここまで、ね、あの守れば現実には大丈夫だなと思えるラインを知っとくっていうこともやっぱりあのすごくいいことなのでまあ是非ですね、まあ、の時間がねこの時期ないからどの講座を受けてどの講座を受けないっていう選択肢ね主者選択はすごく大事なことなんですけども。 あのまあ優先していいあの講座じゃないかなと思います。うん、なので、まあ、しっかりねあのもし十段分類編も取られるということであればこの再現等分析編の方もですね合わせて解いていただければと思いますね。でそしてまああとそのこの十段分類の中でいろんなテーマごくじゃないですか。ある程度、まあ、こう で過去問だから全く解いたことがない問題よりもある程度ちょっと似たような問題は答練で解いたことがあるとかそれも含めて経験値ががある問題がほととんどだと思うんですよねでそうした時にやっぱり、ね、あの本誌と同じようにじゃあそのいろんなテーマがこう混ざった状態で説問5つを例えば特許だと1時間で解くとかそういう練習をするってことになるとやっぱり直前答練だったりとかあの公開模試ですね。 公開模試はまあ解説がないのであのまあ自分でその解いたものに関して解説が欲しいということであれば直前答連がいいでしょうしでまあ解説いらないねもう解説見ればわかるからということであればあのね公開模試でいいでしょうしまあ両方っていうのが一番ベストだと思うんですけどもまあ自分の残された時間と で、あと、まあ、その自分に必要なことを考慮してあと答弁とか交換もしですねあの加えていただければいいと思うしであとはやっぱりその条約に対してアレルギーがあるとかね結構多いんですけどもそういう方はあの条約のののオプションの講座ととかそういういいいものも使っていただければと思います。まあ、なので過去問はねやっぱりあんまり早くからやるっていうのはあの私はあの反対な方で。 過去問っってちょっと独特の世界観があるんですよトーレンよりもちょっとボヤーッとしてるんですね。でその世界観で入るっていうことはじゃあ今度そのね大の練習とかっていうことで。 この言葉があるからこれを書くとか、そういう練習がちょっとしづらいんですよね。本誌の問題だけだとね。はじめやっぱその知識の確認っていうところを考えれば、トーレンとかある程度条件設定がしっかりしたもので練習をして、で、最後、やっぱ直前期にちょっとその本誌のぼやっとしたね、この世界観で、まあ最後仕上げていくっていうことが、 まあ理想的なのかなと思うので、まあ、この時期にね、あの、この過去問をしっかりとやっていくってことは、非常に実力アップには、あの、つながるかなと思います。はい。えっ、ー、と、ではですね、これで私からの、えー、過去問分析講座の、えー、紹介は以上となります。では、皆さんがですね、まあ、この講座を通じて、えー、本試験ですね、全力を出し切って、ね、ぜひ合格されるのを、えー、祈っております。では、頑張ってください。